琴ちゃんと同じ名前の人いるね、琴ちゃんが送ったのだと思った。琴音さんって、ひめりちゃんなんて書いてある、ひめりちゃん覚えてますか、ひめりちゃん推しです、ありがとう。琴音ちゃんです。そうよく言われます、19歳に見えないって2人にもよく言われます。私飲んじゃなかった、19歳なのに。はい、飲んで、私飲んだから、飲んでないから、手にあるからいいや。うんふん、飲みかけのやつ、うん、あとさっきより可愛くなった。多分みんなと話して楽しくなって、多分顔が穏やかになったかも。大事じゃない？大事だね。可愛いね、のリップ。韓国の？ようお分かりで。G って書いてあるから。そうなの？コリア、あ、違うわ、C だ。コリアは C だよ。C はチャイナだよ。あ、C さんありがとう。顔が賑やか、穏やか、穏やか、間違えた、感じ、感じ。ひめりがセンター行けっていうの、ひめちゃんセンターの方が絶対いいのに。ももちゃんセンターで可愛いと思う。推してるんです、私スピンドルのももちゃんとことちゃん推しだから。ありがとうございますね、ことちゃん、ほんとしゅりちゃん可愛い。解説付き MV 紹介よかった、こんちゃん緊張してたの、さっきこわばってたんだろうね。だってドーナツがこわばってたんだろうね。もう面白い、リズムがいい。そう、私ね150センチくらいだから、150歳っていうのとすごいわ。ひめり番長の言い方は絶対なんですよ。そうなんですか、しりちゃんのモノマネしてたので。どんなことやるかわかんない、しりちゃん。例えば、いや、やらないんじゃない、カラオケしたい。大丈夫、大丈夫。サムサム大好きだよ、ひめちゃん、ヤッホー、ヤッホー。ももちゃんは中村ゆりかちゃんっていう女優さんに本当に似てる。調べたい、調べて。中村ゆりかちゃん、いいよ、あ、マジで調べます。なんか誰かに似てるって言われるとさ、自分の顔を知れるからいいよね。いい意味で、あ、沙織ちゃん、ありがとう、さっきぶり。中村ゆり子、さっきね、そこに座っててくれた。かわいこと、ちゃん、倒しちゃう。まあ、一回もうみんな倒しちゃう。いいよ。ん？え、それさ、もうさっきさ、さっきじゃない、この間ね、夜のドラマ見てて、ママと新生来たねって言ったんだ。え、それは嬉しい。でもこんなに可愛くない、本当に。この人本当に可愛いから。広瀬アリスさんに似てる。本当にこの人ね、可愛いなって。似てない？似てる、確かに。そう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 、ドラムやってんだよね。広瀬すずさんに似てる、これ。確かにぽい、うんうん、ねー、似てる。まだまだ使えてない。お腹減った、お腹減ったから、このショールーム終わったらやばい、ね、嬉しいけど。待って、タイマーがセットしとく。これこれ、ドラマやってますよね。あ、沙織ちゃん、ありがとう。あ、そう、花の毛だものだよ。そうそうそう、それ見た。ドラマやってんの？そうだよ。漫画だよね。あ、そうなんだね、やっぱり。かわいい。この大人っぽいね。主演でやってんの。かわいい。大人っぽいね。ね。ね。なんかいろんな人に似てる。なんか中条あやみさんにも似てるし、広瀬すずさんにも似てるし、あと橋本環奈さんにも似てない？わかんない。誰？なぜ男？似てる。これ優子さんに似てるし。すごいね。いろんな、いろんな顔を持ってる。あ、そうそう、AKB の子も出てる。入江、入江じゃない。なんだっけ、名前。ありがとう。ボタンないんだね。ない。iPhone X ボタンがないんだね。やめて、バレるやん、機種。晴れのうち、花のうち、晴れ。おっさんずラブめっちゃ面白いよ。何それ、何それ、マニアックだな。コタちゃんいつもマニアックだよね。おっさんずラブ超面白い。ラストアイドルの前にやる。あ、そう、入山あんなちゃんです。あんに、そう、綺麗な人。いや、ラストアイドルの前にやってるから、見て。そうなの？ほらほらほら、面白いよね。めっちゃ面白い。おっさんずらぶ、どういうこと、何、どういう感じなんですか、おっさんたちの恋愛。どういうこと、ね、ちょっとなんかさ、悪意あるよね、言い方が。おっさん、そういうことじゃないの、おっさんラブって。おっさんずか。星投げたよ、琴音さん、ありがとう。いつも琴ちゃんだと思っちゃう。ね、
ネタこっちが良かった。私もこれにストックすればよかった。知れば？もったいない。なんかないからさね、なんかどうしようって感じで。これセブンだよ。え、全部のボタン押す。とりあえずあるもの、あるもの全部押す。いや、最初さ、iPhone も戸惑ったよ。キュートさん、ありがとう。ありがとう。本当ありがとう。一応一部オチです。ラーメン食べながら見てます。ありがとう。いいね、いいな、ラーメン食べたい。私もえ、琴音ちゃんじゃない？琴ちゃん、琴ちゃんと琴音ちゃん、琴ちゃん、琴音ちゃん、琴ちゃんって言われてるね。よっちゃん、自己紹介お願いします。よっちゃん、はい、スピンドルのひめりです。はい、ももです。はい、琴音です。噛む？自分の名前。琴ちゃん、顔ちっちゃくない？ちっちゃいよ。多分ショートにしたから。シャープ、シャープ、シャープ、ここ好き。シャープじゃない。私ここが もうなんかワンじゃん。どっさりしてる。どっさりどっさりしてる。ケイトさん、ハート100個。ありがとう。ケイトさん、さっきいたね。あ、ダイダラさん、いっぱいハート。ありがとう。番長ピーチ国体。え、どこ？なんか番長ピーチ国体に。ねえ、番長じゃないから。よく知っていらっしゃる。そう、この方はね。全然自分の名前を噛む、わら。これやばい。ダイダラさん、ハート100個。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。わ、100個、めっちゃ大量や。かさ、ま、汗でさ、前髪パッパッとね、わかる。パサパサパッサーンってなって。前髪ちょっと。みんなお昼ご飯食べましたか？こっちゃんの顔好き。私も好き。ありがとう。私も好き。さっきね、これが好きってももちゃんに言われた、ね、うんって。そう、私ことちゃんの口の笑ってる角度、角度ねえ、これなんかすごい違和感ある、ね、やだ、早く素肌に変えました。イノコッチがスピンドル全員押してショールームで言ってたよ。おー、番長じゃないですからね、そういうこと言わないでくださいね。まだ食べてないの？番長風だけど。まだ食べてくれ、楽しかった。また今度行くね。ありがとう。お昼食べてみよう。もう名前間違えない。ねえ、さっき第一でしょ。大地。ごめんね、漢字が、漢字を間違えてたの。なんか自分の弟大和の、ヤマトなのに間違えたの。大和ちゃん、うん、和を知るって書いてあって。バカ。ごめんね、ヤマトくん。そうだよね、弟。ヤマトフサーダーになってるよ、ね、見て。さっき今までヤマトシンフォニーじゃなかった？うん、ヤマトくん、ツンデレだから。可愛いよね、全く。可愛いですよ。可愛いらしい。可愛いらしい。いくつだっけ？いくつ？いくつ？若菜ちゃんの誕生日祝ったひめりんご。若菜ちゃんにあのなんかあげられなかったんだけど、なんか動画でコナンの曲を使ってあのあげた。あげたよ。あのなんかツイッターにはちょっとなんか著作権的に載せられないかなと思ったから載せなかったんだけど、 T シャツ見せて。とねちゃん、ありがとうございます。これ今日ゲットできないのかな。いや、かあ、でももうないかもしれない。買ってる人いたけど。可愛いよね、これ。ね、サイサイさんさ、もっと、もう来てないよね。どの方、サイサイさん。てぃぃ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 。サイサイさん、どの方。てぃぃ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 ぃ。サイサイさん。サイサイさん。だよね。昨日のラストアイドル見た。昨日、あ、ごめん、ちょっと。いや。じゃあ昨日のラストアイドル見たって言われたんだけど、言うんかい。いい、どうぞ。話すんか、いいよ。なんかね、あの今日朝早かったからもうすぐ寝た。帰ってもうお風呂入って寝ただけだから見れなかった。疲れてたもんね。昨日いっぱい踊ったもん ね朝から。なんか疲れた。オリジナル T シャツなんだ、すごい。これかわいいよね。これローラースケートでスピンドルって書いてあるの。いや、かわいいでしょ。かわいい。これ私とことちゃんは大きいサイズで、まあ、もーちゃんはぴったり系のサイズなんだけど。そういうことか。なんか私とことちゃんはちょっとワンピースみたいにね、ちょっとラフな感じで着てみましたが、寒くない？そう、うん、寒い。暖かい風出てない？冷たいでしょ。キュートさん、ありがとう。そしてタナピーさんもお花ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ロゴかわいいってね。ありがとう。いつかみんなでお揃いでね、なんかライブしたいね、うん、みんなでお揃いに来てライブしたいですね。みんなファンのみんなと撮ったよ。撮ったけどなんかあげるタイミングなくてあげられてない。寒くて寒くて寒くて。ひめりんって兄弟やんだっけ。私が弟がいて、私は姉と弟がいる。はい、お兄ちゃんいます。はい、ね、この間ね、ひめちゃんの笑い方、弟そっくりだなって思った。やばいよ。そっくりだなって思った。笑い方、笑い声。
やばい、注目して見てみて。いや、嫌だわやだわ。え、番長怖くないよ、優しいよね、そんな怖くないよね、可愛くない。でさ、スピンドルに来たら急に私の顔黒くなったんだけど、この子が白いし、コトちゃん足白いから黒いよ、私。どしそう、白くね。昨日さ電車で立ってただけなのにめっちゃ真っ赤になっちゃったんだよね、ここ。え、なんか、あの、違う、練習の時から赤かった、あの、血流良くなって赤いなと思う、ね、多分。そうだ、あ、そういうこと、赤かった、あの、コトちゃん痛そうだなと思って。めっちゃ赤くなる。コトちゃんのお兄ちゃんってめっちゃ優しそう。あ、優しそう。めっちゃ優しいよ、羨ましいわ。めっちゃ優しいけど怒ると気持ち悪いって。もう弟知らないから分かんないよって。あ、違う違う、姫ちゃんの弟に似てんの、姫ちゃんが。ウリ2つぐらい似てるってこと。そう、兄弟そっくり。あ、私のじゃないよ、私の弟じゃないよ。私似てないよ、最近似なくなった。似てるよ、そっくりだよ、そっくりだよ。姫に本当おたぶりで羨ましいと思う。分かる。なんかさ、意地悪だよ。私おしゃべりだけど、おしゃべり上手ってことでしょ。うん、姫に足フェチじゃないからねじゃない、なんかあのローラースケートやってると見てるんだね。ねえ、やばい、見てたんだね。ね、違うから、本当にやめて。ももちゃんの見てないから、まず。私は見てるよ。で、なんか私最初まず顔見てたの、2人のね、昨日の練習で。で、まあ、2人って色白いんだなと思って、そのまま下下がったら、コトちゃん足赤ってなって大丈夫ってなって赤くなるんだよね。あれだなと思って。確かに、マジで昨日電車でびっくりしたの、立ってたら、えって思って、なんでこんな赤なの。私は黒、私も見ないよ、自分の足なんて。もみやま家、私お母さんとお父さんに似てないよね。弟に似てるだけで、ね、うん、兄弟が似てるの。なんかね、多分いいとこだけ取った、親の全然そんなことない、ね、だるまいっぱい。でも私お父さんに似てる、ありがとう、タカさん、ありがとう、タカさん。で、タカさんだるま、ね、ショールーム、ショールームでさっきのアテスカの時に、なんかももちゃんが名前をにスピンドルさんへって書いてきたって言われて、マジでこれ荒れてるだけ。なんかスピンドルさんって言われて、なんか何言ってるんだこの子って思ったんだって。え、そう、スピンドル書いてた、焦って、やば、スピンドルさんへ、いや、あなたがスピンドルさんでしょって言ってたよ無意識で書いてたわ。だるま多いのもありがとう、ありがとうございます。ヒメリンっておしゃべりしてない時あるの。あるよ、ある。怖い顔してる。え、静かな時ある、あの携帯いじって静かな時は、うん、怖い顔してる。してないよ、なんかあんのかって。じゃあ元々の顔が怖い顔のだけなんですけど。ももちゃんは携帯見て似合ってさ、うん、てかさ、画面綺麗、好き、ね、こういう撮影やって。今綺麗にした。私もう汚いんだよ、ほら。本当だ、今めっちゃ綺麗にしたね。何も入って、あ、貼ってる、羨ましい。だからめっちゃ汚れるの。私ここめっちゃ汚れるんだよね。てかさん、だるまありがとう。たかさん、だるまさん、ありがとう。あれっしょあれっしょ、ヒメリン黙ってるイメージない。赤と黄色と青でさ、メンバーカラーっしょ。ヒメリン怒ること、イライラすることはあるだろうけど、怒ることはない。可愛い、別に2人に怒んなくない。私たちにも怒らないか、画面に怒ってえ、3人に怒られたことない、2人に怒られたこともないし、怒ったこともないと思う、うんうん、まあ、そういう仲なんですけどね。来てください。関心なのかなそういうわけで、お互いが、まあ、言うけど、なんか引き合ってるっていうかさ、うん、なんていうの、ちゃんとね、なんか引いて、プラスマイナスしてるから、お互い下がって、出て、みたいな、なんか、うん、いい感じ。ちゃんとしてると思う。なんかね、割り切ってるよね、いろいろと、うん、多分、上手いんだと思う、人間関係さんにそう、ちょうどいいんだよ、多分弟くんと喧嘩してそう、毎日のようにしております。してるんだね。でも最近は自分の部屋にいること多いから全くないけど。弟が、そう、わざわざ弟いる、そういう時期だよね、弟はきっと。あ、違う、私が部屋にいるから来ないってこと。あなたが、ね、下でゲームやってるから来ない。ゆうくんいるの。キュートさん、いいね、ありがとう。バランスがいいよね。いいね、ありがとうございます。見ていい、ハートもありがとう。おっと、おっと、10分しか、あと10分だ、早いね、30分。付き合い長い、あの練習期間がめっちゃ長かったから。だってさ、2年ぐらいで毎週のようにやってたでしょ、うん、ってことは結構いない、一緒に毎週いない。2回会ってたよね、1週間に2回会ってたから、うん、そうだね。で、しかも練習でなんかめっちゃ、ちょっとじゃない、3時間ぐらいずっと一緒にいたよね、うん、めっちゃ長いから、めっちゃ長いね。意外と長い、ずっと一緒にね。2年ぐらいは練習期間もあったから、はい、うん、飲んで、練習期間もあったから、それまでずっと会ってたね。2年も練習してたの、
やばいね。あと多分他のダンスと違ってできるできないがあるから、多分悔しさとかも共有できたんじゃない？なんか、ゆえちゃんとももちゃんは特にだけど、ひめちゃんとももちゃん自分のことももちゃんって言ってた。やばい。ちゃんは得意だけどねえ、変わってる。しんどい。しんどいって自分で言ってるじゃん。きつ。ひめちゃんとももちゃん。かわいい。もうやばくないそれって。いやでもあちこっちゃんって言うからさ、そういうことじゃないの今のは。ひめちゃんと思っちゃうね。まあ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 、いいなんか他人のこと話してたもん今。ことちゃん的なノリで思っちゃうし。やってみたい。おいしい。ローラー歴一番長いの私です。これライトていうかローラー歴っていうかスケート含めて私はもう11年くらいやってるから、私は一番長い。どうしよう、3人の。あれキュートさん来てた。え、やばい。やばいやばいやばい。我慢。なんかついてる。キュートさん、なんかついてる。ももちゃん、ライト当たったらさらに白くなるね。真っ白。やばい、黄色いみたいな。さすが黄色人種。本当は日本人黄色人種だもんね。白人。マジか。怖いね。やばくない。タワー、ゆうくん、タワー。あれ？え？ほら。え、え、タワー？ゆうくん。ゆうくん、ありがとう。ありがとう、ゆうくん。ゆうくん。ありがとうね。ゆうくん。ありがとう。やばくない。タワー。お昼食べてきたのりちゃん。いいね。何食べたの？なんなん。お疲れ様。なんなん。でもこの辺ってさ、あ、のりちゃん。あ、そこで見てるんだ。なんなん。タワーありがとう、ゆうくん。ありがとうね。かわいい。最初のタワー立ったね。さっき立ったけど。続くからコメント見てって。きみちゃんのコメント見て、タワーだよ。え、どういうこと？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 きみちゃん？タワーがももちゃん、え？なんかハートいっぱいありがとうね。ありがとう。バックムーンさん。バックムーンさん、こっちゃん推しの。肉の日でお肉食べた。え、食べたー。ね、お肉食べた。帰りにお肉食べようよ。みんなで。お肉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 体操。そうなんですね。タワーありがとう。ももに1000。ね、次の時これやめてね。何が？触りたいから。ええたけさん1万だった。あたけさん、ありがとう。大好きかわいい。かわいい。ありがとう。あれ見た、今のさ、ミッフィーのさ、大好きってやつ知らない？知らない。あ、最後のそうなの。ミッフィーかわいい、うさちゃん大好きってやつ出てるでしょ。そうなの？そうだよ、それに出たよ。そう。だけさん、ありがとう。だけさん、ね、ありがとう。ゆうくんも、たけさん。さっきもさ、タワーだったよね。うん。ゆうきょう、ありがとうございます。今見て、前髪見て。ネット会場行くの近くの。あ、お肉祭りしてんの？え、公園でお肉売ってるの？なんかね、さっきファンの人が、まだまだそこでお祭りが出てくるの遅くなったって言ってたから、なんかやってるんだろうね、そこで。そうなんだ。え、きみちゃんの、まだ。まだ続くの？何が何が？だから、もしかしたら続く。私もやってるよ、だから痛いよ。ローラースケート、どういうこと？え、ローラースケートやってるんですか、ことねちゃん。絶対ことちゃんじゃん。え？ローラースケートやってんの？いや、私も一人ごとね、多いよ。でも私それが悲しい人生だ。誰にもコメント拾ってもらえない。トッピー事故。え、なにトッピー事故どうした？え、トッピー？そこでなんかあったのかな？そっちにいるの？大丈夫？大丈夫？トッピーは何があったの？ことちゃんの分身それな。だよね。え、ことちゃん？やってない。だってここで一緒にいても何もさ。え、なに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 ？え、意味わからん。トッピーどうしたの？え、なになになに？なんかいろいろ何？トッピーありがとう。こっちゃんトッピーありがとう。え、なんかさっきやるなら楽しみにしててって言われた。違う。これ。え、これでしょ？やるなら楽しみ。やばくない、やばくない、やばくない。ありがとう、トッピー。痛い。トッピーありがとう。トッピー本日は、ね、I love you. I love you. やばい、めっちゃ感謝する。ここに蚊がいる。
I miss you. Yeah, I miss you too, baby. I love you. Yeah, I miss you too, baby. I miss you. 会いたい？ Miss you. さっきさ、調べます。コウキさんのチェキに書いちゃった。I miss you. 意味わかんない。でもなんか可愛いよね。あ、違う違う、インスタじゃない。I miss you ってよく言うの。ことちゃん、ゆりかちゃんにしか見えなくなってきた。ゆりかちゃん誰？寂しい？違う違う違う、間違えた、まだ。これなんて読むの？寂しいじゃない、合ってる、寂しいって、え、I miss you って寂しい、ミスってだってさ、ミスってさ、悪い意味じゃん、私はあなたを寂しいってことばっかじゃん、悪い意味なの？me too か、え、me 会いたいってなんだっけ、ミスってこっち、だってミスってさ、損なうとかのミスじゃないの、そうなん、なんなんそうなの、いや、こっちがなんだよ、なんな、あ、ほら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 、あなたがいない、あ、恋しいだって、ほら、いいじゃん、あなたがいないと寂しい、ほら、どっか行っちゃうっつったから、アイミスよ、じゃあアイミスよ、ちょうどいいじゃん、で、2部行くか、なんか迷ってたから、だからアイミスよって、うん、来てくれるといいね、さすが、今度アイラブユーって誰かに書こう、アイラブユー、ラブユー、ラブユー、じゃあ私もアイミスよってこと、なんなんって、ほんとね、響きが好き、英語ほんとに苦手なんです、呼ばれてないか、私もね、一番上は姫に一番手投げたってゆうくん、ゆうくん、ありがとう、呼ばれてなかったんだ、え、嘘、ごめんね、流れちゃってたんだ、ごめんなさい、ごめんごめん、大事だよね、それ私さ、英語が一番好きじゃない、姫に、シュリリン、中村ゆかりコンビ全然違いますてかさ、まずなんで私だけ私なのっていうでもさ、変わってない、似てる人いなくない、チワワ、チワ、黒っブラクタン、ブラクタン似てないよ、そんでなだって誰それ、ヒミリさんね、やめて、もうやだ、スムージー綺麗だって、やだ、もう喋れなくなった、ボルルームだけ金額そんなすごい、そうなの、ショールーム初心者、またあとでアイロン貸して、いいよ、私もやる、次ね、リーオンだって、リーオン、リーオンに似てる、チワワだからじゃない、あ、そうなんだ、そういうことなの、リオン威嚇するチワワだからさ、ね、どうしよう、次髪型何にしよう、二つ絞りにしよう、髪型どうすればいいですか、え、うちどうしよう、もうこれ以後私何すればいい、花田さん、やりようがないよね、そんなこと、ゆりかさん、ゆりかさん、ほんと待って、時間大丈夫、やばいかも、ここに行ってあ、あ、42分だもん、ちょっとランキング読もう、今日ちょっとヤバそうだから、うん、ね、待って、髪どうしようかな、ね、2部はどんな内容になる、いつも通り私たちらしい、ね、まあ、ゲームとかトークとかある、トーク、ゲームあります、ぜひ、なんか一部はライブ化形式っていうか、ライブが多かったけど、2部はなんか椅子も増えたよね、ままだ、え、2部、本当椅子増えた、誰、一部のさ、一部の席めっちゃ良くない、アリーナ席みたいになってる、かわいい、なんか本当だな感じで、まあ、普段の私たちっていう感じになってるので、ね、読む読む読む、じゃあいきます、13位サンタのサータさん、ありがとうございます、ありがとうございます、12位アスカさん、来てくれてありがとう、ありがとう、ででかいアスカさん、11位トロロンさん、ありがとうございます、トロロンさん、ありがとうございます、10位シオンさん、ありがとう、ありがとう、7位、あれ9位なくない、9位いない？ 7 位キュートさん、ありがとうございます、え、ちょっと絶対違くない、9位がないんだよ、見てほら、9位が抜けちゃったんで8位いきます、8位ダイダラーさん、ありがとうございます、ダイダラーさん、ありがとうございます、7位キュートさん、ありがとう、キュートさん、ありがとうございます、6位ガタガタさん、ありがとうございます、5位タナピーさん、ありがとう、タナピーさん、ありがとう、4位キミちゃん、俺だって、え、どこさ、え、9位、キミちゃん、9位キミちゃん、ほんと、え、いなくないんだって、見てほら、9位書いてないよ、書いてないよ、ごめんじゃん、9位キミちゃん、ありがとう、キミちゃん、ありがとう、ごめんね、4位タカさん、ありがとうございます、タカさん、ありがとう、3位トッピー、ありがとう、え、本当だ、乗ってる、トッピー、ありがとう、なんかキミちゃん乗ってるよ、9位見てる、2位タケさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、そして1位ユウくん、ありがとう、ユウくん、ありがとう、もう今日はとっても楽しかったです、待って、ね、2人ともうなずく、ね、何ちょっと待って、待って、はい、じゃあ待って言う、待って言う、そう、画面にちょキミちゃんいなかった、ごめんね、キミちゃん、ね、キミちゃん、いろいろなんか教えてくれて本当にありがとう、ありがとう、
これあファンミ頑張る、ありがとうね。ありがとう。2部は、まあ、ちょっとさっきも言ったんですけど普段の感じがあって、まあ、お話タイムとかも多いと思うので、うん、普段のスピンドル見れると思います。はい、なんでぜひ、いつも通り遊びに来てくれたら嬉しいです。です。1部来てくれた方、そしてショールームありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終わりにしたいと、ね、またもう1回やるからね。そう、ショールームの次3回目なんですけどあるんで見てくれたら嬉しいです。見てください。です。それでは以上、せーの、スピンドルでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。